不真面目だけどめでたくて。チャンネル登録お願いします。ずっとこのままだと思ってた恋が。糸、糸ちゃん突然動き出した。キヨちゃんおはよう。糸、うん、え、何？ネクタイおかしい。私、愛咲糸とキヨちゃんこと持田恭介は家が隣の幼馴染で。できた。生まれた時からずっと一緒。ちゃんと結べるようにしとけよ。うん、ありがとう。私はすごくラッキーだと思う。ネクタイって本当に難しいね。勉強より簡単だって。それでよく高校受かったな。キョウちゃんが勉強教えてくれたおかげだよ。だって来た来た。あれが持田くん。そうそう、キョウちゃんは本当にかっこよくて人気があって、幼なじみじゃなかったら平凡な私はきっと一生話すことはなかったと思う。それくらい私たちは正反対。クラス緊張する。もう一週間経っただろ。でもまだ慣れないよ。糸なら大丈夫だから頑張れ。うん、私はキョウちゃんにずっと片思いしてる。おはよう。高校も一緒なんて幸せ。糸、おはよう。あゆみちゃん、おはよう。幸せな顔しちゃって、いいことでもあった？あゆみおはよう。あゆみちゃんって人気者だな。こういう時いつも輪に入れない。私もみんなと話せるようになりたいな。ねえ人、この間のあれさ。ん？どうした？なんでもない。あゆみちゃんと同じクラスでよかった。どうした？あたしもだよ。ほんとかわいいな。変な男が寄りつかないようにしないと。あたしが認めた男でないと。ん？そうだ、あたし放課後バスケ部見に行くけどどうする？私は家庭科部の見学に行ってくる。そっか、糸お菓子作るの好きだもんね。うん。家庭科室ってどこだっけ？確かこっちの方だった気がするんだけど。恭介くんって言うんだ。大人っぽいね。恭ちゃん、後輩に目をつけるの早くないですか？いいの、恭介くん慣れてるみたいだしね。こんな風にキスシーンを見るのは何回目だっけ？キョウちゃんは中学2年の夏休みから女の子とよく遊ぶようになった。でも私はただの幼馴染のままで。何度見ても胸が苦しい。へえ、好きなんだあいつのこと。気づかれてないよね。ちょっとこっち来て。え、何？不真面目だけどめでたくて。各電子書店にて好評配信中。スタ
ダーツ出版が運営する小説サイト&アプリのいちご。話題の小説が無料で読み放題。詳しくは概要欄から。チャンネル登録お願いします。